腸から始めるアレルギー体質改善セルフケアの、第9回目、今回も、講師をさせていただきます。ブレイントレーナーの鈴木奈穂です。よろしくお願いします。でですね、今回のテーマに入っていきたいと思うんですけれども、寒暖差アレルギーということで、今回は行っていきたいと思います。でですね、まだ今は8月なので、まだまだ今週も猛暑が続くみたいな、まあ、関東の方は特にですね、予報もあるんですけれども、まあ、多分9月に入ってくると、ちょっと、まあ、残暑はあると思うんですけど、朝晩がちょっと冷えてきたりとかですね。で、一方、日中はまたすごくこう30度以上になるような、この、また猛暑日も、まあ、おそらく、しばらく続くと思うんですけれども、それでですね、寒暖差アレルギーが出やすい時期に入っていくんですね。それでですね、今回は寒暖差アレルギーというものを、取り上げてみました。はい。ではですね、今、アレルギーについての定義についてもお伝えしてきたんですけれども、じゃあ一体寒暖差のアレルゲンって何なのかっていうことについてですね、ちょっとお伝えしたいと思います。もう書いてあるんですけど、一旦読んでみますね。季節の変わり目で朝晩と日中の気温差が大きい時や、室温と外気温の差が大きい部屋を出入りするときに、7度以上の気温差があると生じると言われる。また不規則な生活やストレスも自律神経が乱れ原因となり得る。鼻の粘膜にある血管の収縮、拡張も自律神経によってバランスが保たれるが、寒暖差が大きいと環境に対応できなくなり症状が現れる。米印、実はアレルギーではないって書いてるんですけども。実は言うとですね、アレルギー対策、体質改善の講座なんですけれども、実は今回は、まあ、ちょっと番外編的な感じでですね、アレルギーではないんですね。ただですね、寒暖差アレルギーと一応そういう、まあ、一般的にちょっと知られている、ものでもありますので、ちょっと取り上げてみました。実際に私も結構そういう症状が出ることもあるし、結構、あちこちでこういった症状が出ることも、聞くんですね。それで、ちょっと今回はアレルギー、寒暖差アレルギー対策について、改めてね、しっかりお伝えしていきたいと思います。はい、では次ですね。はい。ではですね、寒暖差アレルギーの原因ということについて見ていきます。今、一個前のページで、7度以上の、朝晩だったり、また、外の、この外気温と室温の差が7度以上あるときに、こういった症状が現れるというんですけれども、原因は自律神経ですね。自律神経の乱れによって起こります。もう一度ちょっとここのページも読んでみますね。自律神経は交感神経と副交感神経の2種類。交感神経優位な状況というのは、血管が収縮して血圧が上昇して心拍数が上昇している時に交感神経優位と言われます。ちょっとまあ緊張感が多い時とか、日中活動している時にこう、優位になっている神経が交感神経ですね。じゃあ、副交感神経優位の時というのは、血管が拡張して血圧が低下している時。一般的にもリラックスしている時ですね。こう、お家でこうリラックスしている時とか、休んでる時、ね、寝てる時なんかですね。呼吸も自然と深くなったり、で血管がこう拡張するので、こう、血液循環も良くなったり、で血圧も低下したりするときは、副交感神経優位と言われます。で、この鼻の粘膜にある血管の収縮拡張、まあね、前のページでもありましたけども、自律神経によって調節されるんですけども、寒暖差によっての刺激を受け続けると調節がうまくいかなくなり、鼻水や鼻詰まり、くしゃみなどの鼻炎の症状が現れやすくなる、まあ、医学的には血管運動性鼻炎と言います。はい。よく本当にですね、クーラーがすごく効いてる、こう、まあ、スーパーとかでもそう、コンビニとかもそうだし、また、何かの施設もそうだし、こう、暑い中ですね、こう、歩いていって、外は30度以上の猛暑なのに、いきなりですね、こう、もう、20度台前半の、こう、キンキンに冷えたお店とかに入るとですね、一瞬はなんか涼しい感じもあるんですけれども、それがちょっとこう、繰り返されるとですね、こう、ついていけなくなってですね、体が本当にこう、その変化に適応できない。
まあ、具体的に言うと自律神経がこう適応できなくなってくるんですね。で、それによってこの鼻の粘膜がこう、にある血管がですね、こう縮まったり広がったりするのが、こう、交感神経、優位副交感神経、優位副交感神経、これがちょっとついていかなくなってですね、結果として刺激を受け続けるとですね、こう、調節できなくなって、鼻水止まらなくなる方、鼻詰まり、くしゃみとか、主に鼻炎の症状が現れやすくなります。うん。それでですね、これは、じゃあどういった、ふうに対策していくか、ということなんですが、まあ、その前にですね、寒暖差アレルギーと普通の鼻炎のアレルギーとか、だから風邪とかのアレルギーもあるので、ちょっと違いについて見ていきましょう。はい。これ知っておくと、どんな対策をしたらいいかということが違ってきますね。これですね、ちょっとあるサイトからちょっとお借りしてきた資料なんですけども、寒暖差アレルギーと、風邪。また、アレルギー性鼻炎の違いということで、ちょっと見ていきましょう。はい。で、まあ、表の上からですね、鼻水の状態ですけれども、寒暖差アレルギーは水っぽくてサラサラしている。風邪だと黄色っぽくてね、粘り気、菌がいっぱいね、ある感じのね、鼻水ですね。アレルギー性鼻炎もですね、寒暖差アレルギーとちょっと似ています。無色透明ですけど、まあ、悪化すると黄色っぽくなることもありますね。鼻詰まりは、寒暖差アレルギーは鼻がムズムズした感じになります。風邪の場合は数日続きますけど次第に解消されます。アレルギー性鼻炎の場合は辛い症状がもう慢性的にずっと長期にわたって続くということですね。くしゃみ、寒暖差アレルギーは一時的に続く場合がある。風邪は続けて出る場合でも3、4回程度。アレルギー性鼻炎は何度も続けて出ることが多い。花粉なんかずっとそうですよね。出続けたりしますね。はい。熱は、まあ、寒暖差アレルギーの場合と、アレルギー性鼻炎は、まあ、ほぼ出ないですね。風邪の場合はね、出ますね。目や肌のかゆみということで、まあ、寒暖差アレルギーと風邪は、まあ、これはほぼないですね。アレルギー性鼻炎は、まあ、そういったこともあります。で体のだるさ。これはですね、まあ、どこも、風邪はもちろんありますけれども、寒暖差アレルギー、アレルギー性鼻炎の場合は、だるさを伴う場合もありますね。こういった違いがあります。で、なので、寒暖差アレルギーの場合はですね、まあ、特に本当に鼻の症状が多いんですけれども、まあ、適切に対処していくと、結構、アレルギー性鼻炎に比べると、まあ、改善はちょっとしやすい部分があります。では、はい、では、予防と対策ということで見ていきたいと思います。まず、ね、体感する気温差を調節する。はい。まあ、7度以上、こう、行ったり来たりしてしまうと症状が出やすくなりますので、できるだけ体感する気温差を、こう、幅をちょっとこう、狭めてあげるっていうことが、効果的ですね。こう、特にこう、冷えが本当に強い方なんかはですね、もう、例えば会社行ったらですね、以前もそういう方いましたけれども、ちょうど自分の、デスクのところにもエアコンの風が当たってもどうしようもないみたいな方もいらっしゃったりですね。もうすごく対策していまして、膝掛けしたりとかも、こうなんですかね、こう首のところもこうなんかこう、暖かくスカーフとか巻いたりとか、あと手首とかもね、手首とか足首とか冷えやすい部分は、もうなんかサポーターしたりとか靴下履いたりとか、結構徹底的な、対策なさってる方もいるんですけれども、まあ、ご自身に合わせて、なるべく、こう、例えばクーラー効いてる部屋でも、冷えない努力をすること大事ですね。具体的には今言ったようなことだったり、また、夏を冷やさないこともとっても大事ですので、ついついこの時期ですね、冷たい食べ物とかを、飲み物も美味しい時期なので、ちょっと取りすぎてしまうこともあるかと思うんですけれども、まあ、ちょっとほどほどにしておくといいし、できれば常温のものとかで、取られることもおすすめです。うん、でなかなか外気温とかをですね、こう調節は難しい部分もありますので、まあ、日中なんかはね、そういった、こう、クーラー効いてる部屋の時に少しこう対策されることもおすすめです。あと、朝晩もですね、まあ、今はまだそこまででもないんですけど、やっぱ来月ぐらいからはちょっとこう、冷えてくる、時もあるかなと思いますので、なるべく明け方とか冷えないように、ちょっと、お
布団とかもね、用意しておくこともいいかなと思います。はい。あと、マスクをする。まあ、ちょっとコロナ明けになってきてですね、マスクしてる方も減ってきたんですけれども、ちょっとその、こう、喉の粘膜とか首の後ろの方のツボなんかも結構冷えやすかったり、この辺からこう、冷気が入ってくる場合もありますので、ちょっと症状がひどい時とかは、マスクをすることもおすすめです。はい。あと、適度な運動を行う。やっぱり筋力とか体力がこうですね、特に筋肉ですね。熱を生み出してくれますので、筋肉が足りないときは、やっぱりこう、水分が肩になってしまって、どうしても冷えやすい体質になってしまいますので、できるだけこう、ね、適度にこう、運動したりとか、筋トレをこまめに行いながらですね、筋力、体力を育てていただくこともとってもおすすめです。はい。あとですね、規則的な生活、ストレスをためないということで、もうこれはですね、自律神経を、乱れを整えるにあたっても、基本的な部分になってきますね。しっかりとこう、朝、まあ、なるべくこう、あまりこう、ダラダラしないで起きてですね、カーテンをしっかり開けて朝日を浴びるとかですね、また、規則的に食事をすることとか、なるべくこう早く休むとか、また、ストレスをためない。これ、なかなか難しい方もね、もしかしたらいるかもしれないんですけど、自分なりによくストレス発散できる、方法を見つけていただくことも、非常におすすめです。はい。あと、食生活を見直すということもそうですね。この講座の中でもたびたび、アレルギー、まあ、対策になる食事をご紹介してきたこともあるんですけれども、できるだけこう、日本の伝統の食事とか、発酵食品だったりとか、和食中心の、生活していただくことが、大変おすすめです。はい。ではですね、今回、ちょっとやっていきたい。トレーニング、あとツボ押しについて今回、ご紹介していきたいと思います。ご視聴ありがとうございます。続きはヒルズウォッチで配信中。気になる方はぜひ概要欄をチェックしてください。チャンネル登録、 SNS でのシェアもよろしくお願いします。